ございます。で今回はね、ちょっとこれは景色の方を逆に撮ってみようかなと思っています。でこれはもし、まあ、誰かが映ったらとかね、そういうのがあるのかもしれないんですけれども、まあ一度試しにやってみようかなと思います。で今回はですね、わからないという言葉は思考を停止する、進化を止めるということについてお話ししてみようと思います。あ、これナンバーとか映るとちょっとまずいですかね。ちょっとね、まあちょっと試しにということでね、今回だけということになると思いますけれども、わからないという言葉を、使わないということですね。ついつい、まあ、これは僕自身に込めても言ってるんですけれども、わからないときってやっぱわからないって言ってられますよね。で素直にわからないって言った方がいいというのもあるのかもしれないんですけれども、ただわからないという言葉を使うとそこで思考が停止してしまうわけです。わからない、わかりませんって言った時点でもう自分は何も考えない、思考が停止した状態になるというのはわかると思うんですけれども、そういう状態になってしまいます。ですから、どうすればいいかということなんですけれども、できるだけわからないという言葉を使わないということですね。わからないという言葉を使わずに別の言葉に置き換えるということです。今そうですね、どういうことなんでしょうねとかね、考えてみますが、やはり何か考えていくということをしていく必要があるのかなと。自分自身がわからないと言ってしまうのではなく、ちょっとねよく今考えてみますとか、何か別の言葉に置き換えるか、分からないという言葉を使わないという努力をしてみる。でそれによって何かね、自分の中での思考がですね、新たになってくると思うんですね。ですからぜひそういうので分からないという言葉を使わないということを意識してみてください。以上です。ありがとうございます。